にちは、劇団ドロンコ座です。絵もお話も音楽もオリジナルで世界に一つの紙芝居を作って日本中いろんなところで紙芝居をさせていただいておりますが、はい、では早速今日の紙芝居いってみようと思います。はい、今日のお話は劇団ドロンコ座で3本の指に入る人気作品になっております。こんなお話です。袋うじいさんの庭。袋おじいさんの庭、立ち入り禁止。袋おじいさんの庭の入り口にはこのように書かれた看板が立っています。袋おじいさんの庭はとても広くて、まるでどこかの公園のようです。庭の真ん中には先祖代々伝わると言われている大きなフクロウの銅像が立っています。フクロウおじいさんは毎日それをピカピカに磨いていました。その庭はフクロウおじいさん以外誰も入れません。しかし近所に住んでいる子供たちは庭に入って遊びたくて仕方がありませんでした。今日も仲良し3人組がフクロウおじいさんの庭で遊ばせてくれるようお願いしています。小狐のチャイがおじいさんに向かって言いました。ねえ、僕らお庭で遊ばせておくれよ。フクロウおじいさんは子供たちを睨んで、ダメじゃダメじゃと言いました。狐のチャイの他にはタヌキのクック、そしてクマのズーがいます。3人は口を揃えて、ねえお願いだからと言いましたが、相変わらずおじいさんはダメじゃダメじゃと繰り返します。どうしてダメなんだよ、わけを教えてよ。チャイが言いました。それはな、お前らを庭に入れたら、わしがせっかく丹精込めて手入れをしている庭が荒らされてしまうじゃ。だからじゃ。じゃあ荒らさずに遊べばいいんだね。何を言ってる、そんなことは無理に決まっとるじゃろ。さあ帰った帰った。子供たちは言いました。しかしおじいさんは続けて、さあ早く帰りと怒鳴りました。仕方がないので子供たちは帰って行きました。それから何日か経ったある日、子供たちは狐のチャイの家に集まって作戦会議を開きました。その作戦とは、フクロウおじいさんの庭侵入大作戦というものでした。やっぱりこっそり庭に入るしかないな。でもいつもじいさんが見張っているから、それは無理でしょう。そうなんだよな、いつもいるんだよな。皆さんちょっと聞いてください、ここで耳寄りな情報があるんです。耳寄り？耳寄りって何？まあ、ものすごくいい情報ということです。ねえねえ。なんだよ。お腹すいたよ。ちょっと休憩して何か食べようよ。後にしろよ。それに、その情報って何？はい、実は、フクロウじいさんは次の日曜日、何か用事があって隣町に出かけるらしいんです。本当？どうして知ってんの？パパからちょっと聞いてしまったのです。だったらその日は遊び放題ってことか。そうです。よし、じゃあその日にフクロウじいさんの庭侵入大作戦を結構しよう。でも大丈夫かな。大丈夫だって、黙ってたら分かんないよ。そうですよ、ズ、黙ってたら分かりませんよ。よし決まりだ、じゃあ来週の日曜日に庭の前に集合だ。分かりました。オッケー、いいよ。子供たちは次の日曜日におじいさんの庭に行きました。おじいさんの庭はシーンとしていて誰もいません。確かにフクロウおじいさんは留守のようです。3人はそーっと庭の中に入りました。そこは3人が思っていたよりずーっと広いところでした。すんげー、こんなに広いんだ、イッホー。
まずはチャイが走り出しました。待ってくださいよ、クックとズーもその後に続きます。クックロおじいさんの庭、パイヤ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 、クックロおじいさんの庭、パイヤ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 。チャイはその辺から棒を拾ってきて言いました。ねえ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 、こんなの落ちてたんだ、じゃーん、俺ボール持ってきたんだ、野球しようぜ。オッケー。3人は野球を始めました。ピッチャーはクック、バッターはチャイです。ストライク。クックはなかなかコントロールがいいようです。くそークックめ、負けないぞ。さあピッチャークック、振りかぶって第2球投げました。はっきー。チャイは見事に打ち返しました。ボールはピューンと飛んでいきます。やったー、ホームランだー。チャイが叫んだ時、バキッという音が聞こえました。みんながボールの飛んでいった方に行ってみると、庭の真ん中のフクロウの銅像のくちばしが折れていました。チャイはすぐにその折れたくちばしをくっつけようとしましたが、ポロッと落ちてダメでした。逃げようと言ったのはチャイです。その途端、3人はダッシュで庭から走り去りました。3人ともどうしていいのか分かりませんでした。その日の夜遅く、フクロウじいさんが帰ってきて折れたくちばしを見て愕然としました。なんじゃこれは、先祖代々伝わる銅像が壊れておる。そうか、あいつらの仕業じゃな。次の日、フクロウじいさんの庭の前にはこのように書かれた看板が立ちました。フクロウじいさんの庭立ち入り禁止、子供は絶対ダメ。フクロウじいさんの庭の銅像のことが気になって仕方がありませんでした。チャイは思い切っておじいさんのところに謝りに行くことにしました。おじいさんにものすごく怒られると思っていたので、行く途中ずっとドキドキしていました。クックとズーも同じことを考えていたのでしょう。3人はちょうど庭の入り口のところでばったり顔を合わせました。やっぱり気になりまして。僕もなんだか気になって。二人とも同じ気持ちのようでした。よし行こう。チャイが言うと三人はおじいさんの庭に入りました。しかしおじいさんの姿が見えませんでした。あれ、おかしいな、いないぞ。三人はいろいろ探しましたが、おじいさんはいません。諦めて帰ろうとした時、草むらからうめき声が聞こえてきました。チャイがその草むらを覗き込んでみると、おじいさんが腰を押さえて倒れていました。おじいさん、どうしたの？腰が、大丈夫、すぐ病院に連れてってあげるからね。フクロウじいさんはすぐに病院に運ばれました。ぎっくり腰になってしまったおじいさんはしばらく入院することになりました。フクロウじいさんがいなくなった庭はすぐに荒れていきました。雑草が生え、花は枯れて、芝生もボロボロです。真ん中にある銅像の色もくすんできました。その庭を見ながらチャイはクックとズーに言いました。早くおじいさん帰ってこないかな。なんかおじいさんに怒られないと寂しいですね。それにしても、せっかくじいさんがきれいにしていた庭がボロボロだね。ねえ、俺たちでこの庭をきれいにしようよ。おじいさん帰ってきたらびっくりするぐらい。いいですね。うん、やろうよ。3人は早速庭のお掃除を始めました。ふっくろおじいさんの庭、パイヤ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 、フクロウじいさんの
イヤファイヤーファイヤファイヤー、綺麗な花を咲かせましょう、楽しい空気に包まれてる、ボン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 、フクロウじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー、フクロウじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー。そして、フクロウじいさんの退院する日がやってきました。しばらく庭の手入れをしていなかったので、きっと庭は荒れ放題なんだろうと、フクロウじいさんは思っていました。庭の前まで来たおじいさんは、自分の目を疑いました。庭が、フクロウじいさんの庭が、きれいに手入れしてあるのです。これは、一体どうしたことじゃ？すると後ろから、おじいさんという声が聞こえてきました。振り向くと、フクロウじいさんお帰りなさいと書いてある大きな紙を持ったあの3人がいました。お前たち！ごめんなさい、あの銅像のくちばし壊したの僕たちなんです。チャイが頭を下げながら言いました。クックとズーも、頭を下げました。いいんじゃよ。それより、この庭をきれいにしてくれたのはお前さんたちかい？うん。だけどおじいさんみたいにうまくはできなかったよ。いや、大したもんじゃ。実にうまくできとる。ありがとうよ。フクロウじいさんはニコッと笑ってみんなの頭を撫でました。3人もニコッと笑いました。でも、壊れた銅像は直せなかったよ。うん。あ、そうじゃ。これからみんなで直そっか。できるの？さあ、まあ、接着剤かなんかでくっつくじゃろ。さあ、みんな、おいで。はーい。それから、フクロウじいさんの庭の前には、フクロウじいさんの庭、みんな遊んでいってくださいという看板が立ちました。ふくろうじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー、ふくろうじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー、きれいな花を咲かせましょう、楽しい空気に包まれてる、ボン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 、ふくろうじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー、ふくろうじいさんの庭ファイヤファイヤーファイヤファイヤー、ぎゅーわー、おしまい。どうもありがとうございました。